ゃあ、まあもう一回これ、運搬台今縛り直しましたけど、最後ちょっとね、ついでなんで、南京縛りっていう縛り方を、動画撮ってもらいたいと思います。まずここまではね、一緒。はい。で、ここに今、通して輪っかを作るのも一緒です。で、ここをフックかけるのも一緒。で、ここからがちょっと違う。さっきは、ここにかけて、こういう風に絞っていきましたけど、まあ、これでね、まあ、この運搬台の場合は、十分な縛り強度になってますけど、もっと重いもん積むとか、ね、もっとしっかり積まないと、グラグラしちゃうときは、この南京縛りします。はい。もう一回やるけど、ここに輪っかを作って、輪っかの中を通す。通したのをフックにかける。こっからですね。こっから左手でこのロープを持って、右手でこっちのロープを持ちます。で、これを左手で持ってロープの上に。輪っかを作って置いてやるの。こんな感じ。こう輪っかを作って置いてやる。そしたら、左手で持ってるロープをこの輪っかのところにぐるっと一周回します。回したら親指を右手の指返して輪っかが上を向くようにする。でその後左手でこっちの輪っかこれをまあ一周程度ひねります。ひねった輪っかにこの余ったロープをさらに通してフックにかける。こうするとまあ、滑車の部分が1箇所2箇所ってなるんで、もっと強く縛れるね。これをグッ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 と、こういう風に縛ってやるとガッチリ縛れるようになる。まあ、ちょっと今これ、手元が、作る場所がちょっと近すぎたかな。なるべく遠いところで、でここの輪っかも小さめで作ってやると、引き代が増えるのでより強く固定ができる。こんな感じね。でそこからあと最後は一緒、輪っか作ってフックにかける、一周回す。で、まあ、2本ぐらいのロープの間通して、失敗した、通してちょっとロープと束が多すぎる。これでいいか。はい、こんな感じでやってみてください。南京縛りは以上です。